スです。スコースコー2回や2回で行くんで、うん、スコースコー。はい、ということで今回の企画なんですけど、はい、もう今回はスペシャルゲストに来てもらってます。じゃあちょっとカメラマン変わろうか。オッケーオッケーオッケー。スペシャルゲストはスペシャルゲストです。スコースコー。もうさ、かわいそう。あのね、これ一発目はドリブでやってくれて受けたのに、カメラマンの翔太がちゃんとできてなかったのに、ピトが、俺ら地元の友達やねんけど、まああの地元で一番おもろいで、翔太が一番おもろい。お前はどこなの？ここは俺らビトのちょっと下ぐらい。なんでやねん。で、今日の企画やねんけど、あの、うん、霜降り明星さん、あの方が YouTube の企画でヒッチハイク大喜利っていうのやってたんで、まあ、どういうことをやるかというと、出題者は車運転して、車から電話でお題を言います。回答者は道でお題を聞きます。お題の答えをフリップに書いて、こうヒッチハイクみたいに掲げます。出題者はそれをポーって横通って、面白い回答で掲げてたら車に乗ることです。思わなかったらスルーされるっていう、面白い答えを言わないといつまでも車に乗れへんという。 G だけやから、どうですかね、ビトさん的には。うん、1位ね。そうそう。じゃあ誰が行く？アンパイショータから行く。そうやね。あー、そうかそうか。ハードルス最後か。よいしょ、バッショイ。これを待つは期待です。全く心に響かない名言を教えてください。はい、行きまーす。はい、全く心に響かない性癖は、あ、全く心に響かない、え、あ、ああ、いい、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、心に響かない性癖とかって、まあ、いいでしょ。ほら、いいよ。ちょっと変え、映して。あ、私の木に制約を待つ。わかるでしょ。わかる、わかる。なんなん、全く心に響かない性癖。だるいんやけど。え、これオッケーですか。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ選手交代でビトさんお願いします。はい、お正月なんで、うん、はい、行きます。はい、お正月の斬新な過ごし方を教えてください。はい、はい、お願いします。はい、次も俺が読んだらいい。あ、いや、俺読むわ。オッケー。全くこう心に響かない性癖ってない。全部響かんわ、お前。性癖だから。はい、行きます。お正月の斬新な過ごし方とは。いけ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 もしもし。はい、いや、面白いんですけど、ちょっと下ネタ以外欲しいっすね。いや、俺からずっとや、俺から。一回お題変えようか。うん、変えようか。なんなら、あ、これ多分明日で地球終わるなと思った理由とは。これは明日で地球終わるなと思った理由とは、うん、理由が、理由、なんでそう思ったかってですね。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。うん、これみたいね。うん、桃の層。あ、これ多分明日で地球終わるなと思った理由とは。実はトゥワイスが全容変わった。乗っていいよ。あざーん。はい、よろしくお願いします。はい、もうここで一気にガツンいって頼むわ。はい、嘘つきは泥棒の始まりみたいなことを教えてください。はい、分かりました。はい、お願いします。はい、嘘つきは泥棒の始まりみたいなことを教えてください。花もいいが、トレジャーハンターの始まり。はい、行こう。いやいやいや、嘘。うまいよ、うまい。うまいって、あいつやっぱすごいな。ちょ、お題変更で、お題言うで。ドラえもんの最終回の内容を教えてください。はい、お願いします。はい、ドラえもんの最終回の内容を教えてください。のび太の家に AI の音が来たドラえもん。いや、ええやん。ええな。なんなん、ええなって。